あいだ。どうも、かつやしです。今日はですね、スタジオビートルから動画の方を撮っていきたいと思います。ただいま、車内清掃中でございますね。もうね、車のボディは全然洗ってなくて、いつから洗ってないかな、3月の中旬ぐらいから洗ってないんですが、もう絶賛ドロドロ中でございます。ただね、またね、なんかね、土日雨降るらしいので、まだ洗車あれかなと思って、まだいつ行けることやらという感じなんです。まあ、来週中のどっかには行きたいなと思っているんですが、あとね、ビートルのトランクかなり開くんですよ。だから窓拭くときに、なんかトランクの中入んないといけないんですよね。なんかうまい拭き方ないかなと思ってるんですが、なかなかね、なかなか思いつかないんですよね。なんかございますでしょうか。でね、ピカピカですよ、車の車内は。ね、ボディはドロドロだけど、車内はね、ピカピカに清掃しておりまして、時期終わるタイミングで動画の方撮っていこうかなと思っております。でね、最近ビートル、まあずっとね、こう、まあ、1年、まあ、言ってももうちょっとで2年か2年ぐらい経つんですけれども、そろそろなんかカスタムしたいなとは思っている最中なんですよ。ただこの限定車に関しては、ザ・ビートルのね、エクスクルーシブに関しては結構ね、仕上がった作りになってて、まあ、シールドとかもさ、特別仕様だし、で、テールもね、 LED のテールランプなんですよね。で、あとは、そうバックカメラ、バックモニター、バックカメラもエンブレムがパカッと開いて、何、バックギア入れた時に映るタイプなんですよね。で、まあ、アルミホイールも18インチでしょ。で、タイヤはスポコン3とか入ってますからね。ただなんかさ、やっぱりこう2年も経つと何か変えたくなってきてしまってるなと思って、ボディはじゃあどこも変えるところないと。だってヘッドライトじゃなくて、サイドミラーも、グリーンのフィルム貼ってるでしょ。そしたらさ、やっぱり自分で運転してて見えるところなんかないかなと思ってて、で、前から多分言ってたと思うんですけど、やっぱこれ買いたいなと思ってるんですよ。これ、釣り革みたいなやつ。これね、ビートル、まあ、あるんですけど、まあね、後ろに乗ることほぼほぼないから使うことはないんですけれども、なんか見た目的に、やっぱりいいね、レザーシートのさ、ね、革も使ってるから、ちょっとやっぱここもレザーにしたいなと思って、なんかないかなと思ってて、で、まあ、いくつかっていうか、一つあったんですが、それが8000円ぐらいだったのかな。で、あとは、フォルクスワーゲン、純正の、ザ・ビートルの純正のレザーのね、釣り革みたいなのがあるんですけれども、それがね、まあ、結構理想通りなんですよ。で、フォルクスワーゲンのマーク、エンブレムもついてて、ただね、価格がね、ちょっと理想じゃない。1万1000円ぐらいするんですよ。で、カスタムでね、ミンカラとか見てたら、普通のベルトがあるじゃないですか。ね、あのズボンのベルト、それをうまいこと加工して付けられるので、まあそれでも DIY でもいいのかなと思ってるんですけれども、まあ純正だったら1万1000円すると、なんか方法ないかなと思ってるんですよね。あとちょっとね、これちょっとずらしますね。ここなんですよ、ここ、このね、まあパネルと言えるのかわかんないけれども、これがね、まあグレー、まあ黒でもなくグレーのプラスチックなんですよね。ここに、まあウッドパネルがあるんですよ。まあ様々なカラーリングがあるんですけれども、このピアノブラックのタイプもあるかな。ここはね、ウッドパネルのがあるんですよね。ここが確か8800円、消費税込みかな、どっちか忘れたんですけれども、あるんですよね。あと、ここ。ここも、これが今ね、シルバーの、まあ、艶消しっぽいような、なんかいわゆるプラスチックのね、カバーなんですけれども、ここと、ここか、ここをウッド調にしたら、まあ、運転している時にやっぱりこう見える部分なので、カスタムした時に満足感得られるかなとは思っているんですけれども、だからまあ8000、9000ぐらいでしょ。9000円、この釣り革が1万1000円ぐらいでしょ。そうしたらですね、全部で3万円ぐらいかかるんですよ。3万円かと思って、3万円ねと思ってるんですよね。まあ一つ、まあ
買ってしまってつけたらそれでね終わりなんですけど、まあああだこうだ言ってるうちが何でも洋服とか買うときもそうだと思うんですけども、面白いじゃないですか。まあそれもありつつ踏み込めない踏み込めない。あとね一つさ、ついに来ましたよ、このタイミングで。まあそろそろ来るなと思ってたんですけども、来ちゃいましたね。自動車税がさ、いやもう全然買えるんですよ。だから僕がねちょっと欲しいなと思ってるここら辺とかこのパネルとか買えるんですよ。全然買える金額、ビートルの税金が 34,500 円、ポロがですね 29,500 円。確かねこういった動画ね去年も撮ってると思うんですけれども、1年早いですね。来ましたね。全部でだから6万4,5千円かかるわけですよね。6万4,5千円、高いけれども、まあこれはね、あの年に1回のことは仕方ないんですが、まあね、うん、これは仕方ない。もうこのビートル、まあポロほとんど僕もは乗ってないんですけれども、まあビートルでねこの1年間ねいろんなところ行ったから、まあそれは仕方ないと思うんだけれども、1万円ぐらいで3万円でカスタムできるなというふうに思っている、本日のスタジオビートルからの雑談なんですけれども、まあでもカスタムしたらさ、多少なるともこう満足感もあるし愛着感も出るしいいのかなと思っているんですが、いかがでございますでしょうか。あとねルームランプとか LED とかに買えないんですかっていうふうにねあったりするんですけれども、僕ね目にあんまり光が入るのがちょっと苦手でですね、でもまあ確かにね白い光とかだったらかっこいいなとは思ってるんですけれども、ここになんかもう一つこうライト欲しいですよね。夜帰ってきたりしたら前の方にここにね、ライトがあるんですけれども、まあここしかねないわけですよね。なんかここら辺にも一つあったらよかったなとか思ってるんですけれども、あとこのさ車さ、本当いじるところないんすよね。まあ細かいところを見たら、例えば、まあ、ここら辺とかにねつけるパーツもあるし純正でね、でこの縁もこれと同じ、カラーリングにすることもできるし、あとここかな、ここら辺のここの縁にもこの隣のエアコンのところ、これリングがはまってると思うんですけど、まあいろいろあったりするわけですよ。極端に言ったらこのカラーも変えられますからね、いろんなカラーがあるんで。ほんとね車だけはねなんかどっかでストップさせないとめちゃくちゃかかりますよね。この前のフォルクスワーゲンゴルフ7は結構お金かかりましたもんね。あのアルミホイル買って納車前に全部組み込んでもらって車高も下げてたし、あとはボディの下のね強化パーツとして CPM とか入れてたし、結構あれお金かかってましたから、ほんとね上見たらキリがないなと思って。確かにこの車も車高とか下げたら見た目ねもっとこう下にグッと下がるからさ、重心が下がるからかっこいいんですけれども、そしたらちょっと行ける場所も少なくなっちゃうような気がするし、ガンガンやっぱりねこの車でね攻めたいわけですよ僕も。まあその辺かな。うん、まあでも車いじりは楽しいし、こういう風にね綺麗にしてるとさ、やっぱ気持ちいいっすよね。と言ってもボディめちゃくちゃ汚いんであんまりね言えないんですけれども、まあそんな感じで、本日ドライブザーさんじゃなくてスタジオビートルから、雑談の方をお届けしましたけれども、まあ車は楽しい。まあ今後ねどういった車ね、僕がね50、60になってどんな車乗ってんのかなとか考えたりするのも面白いし、ただフォルクスワーゲンやっぱいいね。うん、ビートルいいっすね。結構ビートル乗ってる方、ゴルフ乗ってる方、アップ乗ってる方、いろんな方ね動画見ていただいたりしてるので、やっぱ車は面白いなというような形かなと思っております。それとあのね洋服、いろいろ欲しいっす。いろいろ欲しい。スニーカーもいろいろ欲しいし、まあ5月に入ってね少しずつね買っていこうっていうような感じには自分ではしてるんですけれども、言ってもさもう6月で梅雨なんですね。なんかもうあっという間に半袖の季節になっちゃいましたね。本当にちょっと前までスウェットとか着てたのにもう今や暑くて着られない、基本半袖だからね。僕らは子供の時って
僕ね、覚えてる時で子供の時じゃなくても高校生の時とか、11月とかコートとか着てましたからね。もう夏長いっすね。もう5月入ってもうすぐぐらいから10月ぐらいまで5ヶ月下手したらね、5、6ヶ月半袖で OK な季節にね、日本もなってきてしまいましたね。ということで、ね、あの車の掃除ということで、水も飲んできており、水も持ってきております。やっぱ水筒はね、ほんと便利だし、まだヒヤヒヤですね。ヒヤヒヤですねということでね、スタジオビートルからそろそろ限界ですね。限界っても4、5回しかやってないんですけれども、そろそろね、もう暑さで限界。エアコン入れてもいいけれども、それちょっともったいないなと思うし、まあスタジオビートルからの雑談は本日をもってみたいな感じになるかもしれませんね。あとはドライブ雑談とかまたね、できるようになったらいいかなとか思ってるし、まあまあそんな感じで終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あとね、じゃじゃーんと久しぶりのゾゾタウンです。まあ薄いんですけどね、久しぶりのゾゾタウンでお買い物しました。これはまたね、後日開封動画行きたいと思います。ちなみにね、今日の服装は、足元が、ニューバランス 990V4 でございます。パンツはですね、リーバースのエンジニアドジーンズの570の、バギーテーパータイプ入って、トップスが、ユニクロ U の、この半袖の分ですね。あとね、キャップはこちらでございました。お気に入りのシュプリームのキャップでございます。これね、もともとウォッシュ加工かかっててもうちょっと黒かったんですけれども、僕ガンガン普通に洗濯機で洗っちゃうんで、これだいぶ色あせてきたんですけれども、これも味かなと思って気に入っております。